何だその行為は。偽善か。排水愚かなり。餓死寸前の生物に食料を分け与えるような下卑た行為だ。ここで終わりというの。偽善者とも見たい。死んでみるか。ふっは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 っ。見たまえ、これが時間の破壊だ。バカどもが。死すれば皆、行く末は一つよ。燃えろ。罪の重さに身もすくむな。黄泉は我が庭よ。驚いただろう。何、楽しみちんは結構だ。滅せぬもののあるべきか。火は好きだ。千年かけて築いたものを一瞬で葬り去る。嘘よね。嘘よね。この虚しさに何とも言えず心が和む。嘘。信長様、もう捕まえ。天下取るって。信長様、燃えろ。虚しいな。うわ、とても愛しい感情だ。マル、火を放て。可憐な小鳥をひねりつぶしたくなるあの気持ちだ。燃えろ。ちくしょう。紐にくくった空き巣を思い出すな。もうダメだ。そう吠えるな。破壊行為は辛いものだ。信長様、まん丸を見ててください。いらっしゃい。その胸に私という風穴を開けてあげるわ。苦しいな。だがこれも幸せのためか。すごんだってな。怖かないぞ。猿に筆を持たせ祝詞を書かせることも難しい。そんな目でランマルを見るな。ケイラは何を怒っているのか。なんだよ、ここで死ぬのはお前だよ。私が良い人間だったという結末などないよ。ランマルは立派な武人だぞ。すまないが、飛行時のはよそでやってくれ。もう迷ってなるものか。すべての敵は私が撃つ。気の毒だがね、人はいずれ朽ちるんだよ。これが私の生き方。
誰にも邪魔させないわ。好きなように壊せばいい。それが世の真理。我ながらつまらない生き方。笑ってしまうくらい。なんだその行為は。世の息吹にて涅槃の騎士も地獄と化そう。なんぞ勘違いした羽虫が紛れおったわ。餓死寸前の生物に食料を分け与えるような下卑た行為だ。宇宙の芥川、よくぞ吠えたものよ。偽善者ども、愚かなり。貴様は弱気になれはせぬ。見たまえ、これが時間の破壊だ。イデイオコントン、イデイオ破滅。我こそが大楽天魔王。罪の重さに身もすくうな。この世にひとたび生を受け。刑からはあらゆるものをもらおうか。何、絶望くらいは残る。